のこちゃんのきのこ図鑑。今日は大城からかさ竹です。みんなこんにちは、きのこちゃんです。今日はきのこ図鑑14回目ということで、さあ毒キノコの大城からかさ竹について話をしていきたいと思います。で、大城からかさ竹、まあね、多分耳にした人はね結構いると思うんですけど、大城からかさ竹っていうのは、漢字で大きい白色のあのからかさね、からかさでキノコという意味で、大城からかさ竹という漢字を書きます。で、このキノコ、だいたいね、そうだな、6月頃かな、6月頃からだいたい10月ぐらいまでかな、見れるのは。で、もうめちゃめちゃ身近に生えてきます。まあ身近って言っても、まあ、大体公園とか、公園の芝生だったりとか、あとはほら林園とか、そういうところに生えてくるキノコになります。で、このキノコね、まあね、こうほら見たら、こう絵をね見てもらったら分かるんですけど、いやめっちゃ肉厚で、なんかね、もうほんと、なんかもうほんとに美味しそうな感じのキノコです。だけどこのキノコっていうのはもう残念ながら猛毒になります。で、このキノコの本当中毒例っていうのも実は少し多くて、まあ、毎年も何件かやっぱりこの中毒例っていうのは出ています。で、この、まあ、キノコの毒成分というか、まあ、毒なんですけど、まあ、だいたい消化器系のまあ、毒があるようで、まあ、食べた方によると、まあ、下痢とか嘔吐で発熱で頭痛で、まあ、毒性が非常に強いので、もう本当に病院で治療を受けて、で、まあね、幸いにもこう死亡するっていうのはまあ稀なことらしいんですけど、まあ、ちょっと毒キノコなので油断はできません。で、あと、そうそう、このキノコなんですけど、ちょっとね、ちょっとメモをね見るね。で、このキノコ、もともと熱帯地方のキノコって言われていて、で、熱帯地方の、まあ、その沖縄県だったりとか、そういうところではまあ普通に見られたキノコらしいんですけど、なんか1980年頃にかけて、本州でも見られるようになったそうです。で、それこそね、なんかもともとその熱帯地方のキノコが、まあ、それこそこうどんどん北上してるってことは、まあ、それこそね、地球温暖化が原因なのか、まあ、たまたまね、胞子が紛れ込んで、それこそね、すごく住みやすくて生えてきたのか、まあ、その原因とかっていうのは全然わかんないんですけど、もともとその日本にはいなかったキノコと言われています。はい、ということで、今日はアニメーション、キノコちゃんの自宅のアニメーションを流していきたいと思います。今日は、まあ、身近で見られるキノコということで、まあ、ちょっと公園を舞台にして、アニメーションを描いていきました。さあ早速見ていきましょう。じゃあ、レッツゴー。